県内の事故が多発する交差点を密着取材する特集、検証危険地帯が緊急復活。今回検証するのは広島市西区の横川町三丁目交差点。8月に女性が死亡する事故が発生し、つい1週間前にも車同士の事故が起きたばかりだ。実は8年前にも今横断していた女性が車と接触しました。そして今回の取材でもうちの家内なんですけども、はい、ここ渡り寄ったらこっちから来る車から当てられたことがあるんですよ。止まらないんじゃないですか。交差点で目撃されたのは、ああ危ない。交差点に潜む危険について犯罪情報官とともに考えます。こちら交差点北側の横断歩道には自転車や歩行者など多くの人が横断しています。朝と夕方のラッシュ時、多くの人が行き交う広島市西区の横川町三丁目交差点。横川駅方面から北方向に折れ曲がる国道183号と、広島駅方面から伸びる県道や南からの市道が交わる非常に交通量の多い交差点だ。今横断していた女性が車と接触しました。8年前には交差点北側を青信号で横断していた女性が車とぶつかる瞬間が撮影されていた。この時運転手の男性は歩行者がいないと思ったと話していたという。今年の8月には同じく北側の横断歩道を渡っていた自転車が北進してきた軽自動車にはねられる事故が発生。自転車に乗っていた女性が頭を強く打って病院に搬送された後死亡した。警察によると当時自動車側の信号が赤になっていて信号を見落とした可能性があるという。広島西署によるとこの交差点では過去10年間で57件の人身事故が発生している。2年前にも横川駅方面から左折してきた軽自動車が北側の横断歩道を渡っていた自転車をはねる事故があった。直近3年間で見ると事故のほとんどは国道183号の右折左折が絡んでいる。なぜこの国道では事故が多発するのか。交差点をよく利用する人はバスとか乗用車こっちから来ると左折してくるじゃない。その代わり目いうかね、そういう時にこうお互いが無理というか、こっちに大きいトラックとかバスとかいて車がいるのが見えなくて行ったら車も出てくるみたいな、で急ブレーキ踏まれたいうことは何度か。そこで今回朝のラッシュの時間帯に定点カメラを設置して交差点の様子を観察した。先月中旬午前8時過ぎ、1台の車が勢いよく横川駅方面から左折してきた。横断歩道の信号が青に変わり自転車や歩行者が渡り始めた瞬間、左折してきたグレーの車がブレーキをかける様子もなく横断歩道を横切った。自転車があと少し早く渡り始めていたら接触していたかもしれない。現場では同じような車にはねられてしまったという証言を聞くことができた。うちの家内なんですけども、はい、ここ渡り寄ったらこっちから来る車から当てられたことがあるんですよ。止まらないんじゃないですか。横断歩道の信号は青だったという。歩行者が渡ろうとしているにもかかわらず、そうもうそのまま左折してきてから、幸いにも女性に怪我はなかった。
注意力が歩行者の方に向いていない、自分の進むべき道ばかりを見ているといったところがですね、非常に原因となっていると考えられます。危険に見える場面は他にも。またあれもですね、交差点に進入したまま停車している車がいます。朝のラッシュの時間帯、横川駅に向かう右折レーンは慢性的に渋滞していた。ドライバーたちの少しでも早く目的地に着きたいという気持ちからだろうか、赤信号に変わる直前でも無理やり交差点に進入する車が後を絶たない。結果、何台もの車が交差点内に取り残されていた。こうした運転は歩行者や対向車線のドライバーに対して死角を作りかねず、事故を起こす危険がある。大きな交差点では特に余裕を持った運転を心がけてほしい。さらにこの交差点には運転手にとってもある危険が潜んでいた。対向車レーンに入りそうになる。 ありますね、それは結構、はい、この線の流れに沿ってたらなんか入りそうになります。どうやら壁方面から横川駅方面に内側の車線を通って右折するときだという。今回の定点観察でも、右折する際に進行方向を示す路面表示よりも内側を走行する車が何台も見られた。実際に記者が通ってみると、内側の線に沿って右折していくと、あ、確かにこれ反対車線に入りそうになりますね。タクシー運転手も2つのレーンにはいけるのかなっていうふうにこう思いがちですけど、実は内側は反対車線みたいな感じなんですね。そうです、そうです。広島市は先月15日路面表示を改善した。右折車の車線が伸ばされ新たに進行方向を示す表示が追加されたことがわかる。しかし道路上にはいくつもの白線が並んでいる上、対向車の進路表示も白と分かりづらい。色を変えるなど運転手の目線に立った対策が必要かもしれない。交差点には他にも大事故につながりかねない危険な行為が横行していた。あの車なんかチラチラ下を見ていますね。スマホを操作していることが外から見えないようハンドルの下に隠しながら運転する人や、中にはタバコを持ったまま運転する人まで。自動車の人でもやっぱり運転手もスマホ見通し多いよね。怖いよそりゃ。危険な運転は車だけではなく、赤信号を堂々と渡る自転車や歩行者にも見られた。今一度全員がルールを守って事故を招かないという意識を強く持ってほしい。特に横川町三丁目交差点は横川駅方面から壁方面に左折する際、非常に距離が長くなっています。スピードが出る交差点となっていますので、横断歩行者の安全を最優先にしてですね、通行していただけたと思います。広島西警察署は自転車に対してヘルメットの着用を呼びかけると同時に、車に対しても歩行者の横断を妨げないよう周知を徹底していく方針だ。